皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。今ですね、朝焼けを撮影しているところなんですが、岩手県に来てます。ですね、八幡平っていうところで私のタイムラプスワークショップを開催いたしまして、で本当は八幡平でずっと撮影する予定だったんですけど、八幡平がちょっと天気悪そうだったんですよね。でそれで、海沿いが晴れるという予報でしたので、海沿いに移動してきたという感じで、でですね、やっぱもう天気が全然その予想つかないっていうか、どんどんずれてくもんで、本当に撮影場所選びにはめちゃめちゃ苦労したんですけど、最初は12時前かなが晴れるっていう予報だったのに、蓋を開けてみれば12時前はずっと曇ってて、12時以降かずっと晴れてて、で今朝も晴れていると、もうすぐご来光という時間でございます。レンズヒーター事務局さんが協賛してくれたので、角型ヒーターを貸してくれて、よろしくお願いします。大きい声では言えませんが、シグマの20の F1.4 新しいやつを使っています。こういう状態で、この左側から太陽が昇ってくるっていう構図、タイムラプスですね。で、はい、こんな感じで、あちらの方はもう疲れて寝ちゃってますね。いやそりゃそうだよね、みんなよく付き合ってくれますよ、こんなね、朝まで撮るちょっと頭のおかしい写真家のワークショップに参加いただいて、みんな頑張ってタイムラプスを撮ってますね。で、今日のワークショップは、まあ、撮影で、後日そのオンラインでアフターですね、タイムラプスのアフターフォローというかのセミナーをやる、オンラインでセミナーをやるんですけど、今日はとりあえずなんかみんなで同じ構図で、似たような構図で撮ってもらって、必ずでそれをこうやって処理すればいいんですよっていうのを、一応初級編中級編で分けて、やったんですけどね。え、何女性を盗撮しちゃいけないと思うよ。あ、盗撮？あ、すいませんでした。小宮さんは盗撮しいの？ダメだよ。小宮さんは盗撮。ピントが合わないじゃないか。あ、ちょっとみんな何かしら流木を前に入れて構図を取っていただいてます。あ、ご来光来ました。ご来光が来ましたよ。ご来光。来光。ご来光でございます。ご来光でございます。どうですか、初めてのハーフ ND フィルター、楽しんでますか？使いやすくてびっくりしました。それ便利ですよね、マグネットでピチっていくから。ちょっと欲しくなりますね。そうなんです。砂に落としたらいっぱい砂つくんで、それだけ注意なんですけどね。わかりました。マグネットだから、流木をですね、こういうふうに前に入れて撮っていただいてます。でこの構図のその流木の配置とか、太陽が昇ってくる方角とどう絡めるかっていうのが結構難しいところですよね。こんなに綺麗な場所なのに、震災の時はこれが津波になって襲ってかかってきたっていうんですから、信じられないですよね、本当。
まあ、残念だったのがね、やっぱりあのコロナになって来れませんとか、あとはその、濃厚接触者になって行けませんとかっていう方もいらっしゃったので、またまあこういう取り組みはちょっとしばらくまたお休みかもしれませんが、まあ、要望してくれる方が多いので、ワークショップをやりたいと思います。はい、さてじゃあ私も撮影を終了します。今回もお疲れ様でした。お疲れ様でした。